さあというわけで、左が青黒コントロール使う松田幸雄選手、右がバント人間カンパニーを使うジェレミー・デザーニ選手となっております。現在ちょっと試合の方がすでに進んでいまして、おそらく松田幸雄選手が1本目を先取しているということになります。さあこの後ですね、デッキプロフィールなどなどご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ1本目は松田選手が先取してサイドボード5ということになります。はい、このジェレミー・デザーニさんと松田幸雄さんですけれども、予選ラウンドでも一度激突してまして、その際は、ジェレミー・デザーニさんが敗北、松田さんの勝利で終わってるんですね、うん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 、で、ジェレミーさんも先ほどお話しさせていただいたところ、まあ、ワーストマッチアップだっていうふうにちょっと厳しいという話をしていましたね。さあここでアボンケットで追加された新人間戦力とこちらですね、こちらをジェレミー選手がプレイしています。2マナ3-1、そして、まあ、特例すると、まあ、反抗を得ることができるので、その環境に多い赤い、うん、赤いデッキですね、アタルカレッドみたいなデッキに非常に有効なカードとなっています。マイコ半ばの修練者ですね、こちらですね。対する松田選手は反抗を持ったクリーチャーで接しているとなります。こちらは、サイドインしたみたいですね、うん、どうやらこの松田さんはこの霊気体を4枚サイドボードに取っているので、そのビートダウン対策の、まあ、優秀なブロッカーとして採用しています。うん、やはりそのジェレミーさんもサイドボード後にその泥もかの命令みたいな除去は多分減らしていると思うので、まあ、非常にこの壁としてまあライフリンクとしてまあ機能しそうですね。おっとここで改革派、改革の結集者こちらですね。そこを見るとやはりカラデシュアモンケットでレキュンソーですね、レキュンソーモンケットで加わったカードもかなり多いと。そうです ね、 ますね。特にやはりそのフェッチランドが使える環境なので、うん、この紛争というキーワード能力が非常に強力になってますね。なるほど、もう今もフェッチしてから改革派の結集者を出すことによって、今フェッチしたばっかのフェッチランドをまた回収という、なるほど、超ウッドエルフみたいな動きをしたので、強烈ですね。 すごいテンポですよね。さてこれは盤面的にはジェレミー選手順調な滑り出しと言ってもいいでしょうか。そうですね、うん、こんだけそのマナーも伸ばしつつ盤面を押しているという展開なので、うん、あとは松田さんのサイドボードとメインボードには全体除去が、うん、水滅がメインボードに2枚しか入っていないので、横に並べることはあまり裏目になりづらいんですね、うん、なのでしっかり、盤面を作って押していく、そのデッキの良さをまあ、十分に今発揮しつつありますね、うんうんうん、手札にも、カンパニー集合した中隊ありそうですね。どうやらジェレミーさんの手札は中隊アリーノ、まあ、結構強そう。あ、ここで出たのがニッサですね。ニッサ久しぶりですね、このカード。そうですね巨神の予見者ニッサ。おさ、さらにここで一気に投稿のしていくと、サリアの副官もかなり分回りに近いですね、うん、これは。さあ先手の量を生かしていい感じで回ってます、ジェレミー・ディザーニさん。これはたまらずサイクカル霊気体でブロックに向かいますね。でここで、まあ、致命的な人を持ってるとよりいいんですが、持ってないと。なるほど。さて手札には青巨人、闇の掌握も見えますね、うん、闇の掌握、否認、青巨人、土地みたいな形ですね、うん。そしてジェレミー選手の手札にはカンパニー集合した中隊がいくつか見えるんですが、これは隙を伺っているとそうですね、 ですかね。やはりそのジェレミーさんから見るとその全体状況、うん、水滅ですとか、うん、ドラゴンラスっていうんでしたっけ、うん、命運かな、うん、あれがどれぐらい入ってるかわからないので、うんうん、できれば相手の全体状況の返し
ですとか、うん、相手のエンド前に打って一気に叩き込むみたいなアクションにしたいですね。なるほどなるほど。さてしかしちょっと殴れなくなっちゃいましたね、うん、あそって形でエンド前そこには否認否認。さて1点しかしもう1枚中退ありますね、うん、日差もありつつ中退もあるが、うん、相手の霊気体が強くて少し殴りづらいという場面になってます、うん、さあ現モダンシンであります松田幸男選手対プロツアーテイロスチャンピオンジェレミーデザイン選手という豪華マッチアップとなっていますが、まあ、トップ8でも結構随一のマッチアップをお届けしていますよと、うん、やはりちょっと攻めあぐねてますね、うん、おメインデュットあれですね、多分6マナ目を置かれると、うん、巨人から否認そうですねというのをがあるのでもう今メインで打って一気に殴りたいなっていう風に考えたものと思われます、うん、これでサリアの副官が 3-3 かな、靴の追跡者と改革派の結集者、結集者両方とも人間ですよねこれ、うん、意外と人間強いの多いですねやっぱりね、なかなかその粒揃いと言いますか、うん、このまあ最近の新セットのカードをうまく使ってるなという、うん、どちらもいう印象が持てますね。さあここでフェッチランドを戻そうかと今これですが、そうですね、おこれでニッサも変身するし、るトラッカーの手がかりも2個出るしで、すごいですね、改革派の結集者めちゃくちゃやってますねまだ松田さんが土地5枚なのに比べてもう今ジェレミーさん7枚目に達しようという、うん、さあ裏返るとやばそうだな、当然ながら困ったことになってしまう。そうですね、この旧スタンダード時代もやはりこういったカンパニーから立ち伸ばしてっていう、うん、このニッサはかなり縦横無尽に活躍しましたね、うん、おスタックで除去を打ったなんで、まあ、変身はされたくないぞと、うんうん、しかしこれでかなりもう松田さんの手札って青巨人とあと土地ですかね、だけですね、そうですね、あとも巨人次第ということにはなるんですが、ちょっと歩みの宿泊否認があるとはいえというところですかね。そうですね、ここからあとは開始に本流の機械巨人から闇の掌握で、うん、多分不屈の追跡者をメインで潰すと思うんですけれども、うん、その間にジェレミーさんはその手がかりを2個作ってるので、この2個分のアドバンテージが結構いきそうな感じになってますね、うん、多分そうですね、メインで掌握で、まあ、追跡者を潰す、ここまではもうお互い分かっていたアクションでしょうね、うんうんうん、さあここからこの機械巨人にどう立ち向かうか、うん、ライファー増田選手が14、そしてデルミ選手が19と、まだそこまで動いていないと、フェッチを切らなかった、ほう、これは何か理由があるんでしょうね、その基本的にはスタックでフェッチして、まあ、もう1枚手がかりを出すのが基本戦術なんですが、うん、そこをやらなかった、あえてやらなかったということは、まあ、もう1枚何かがある、もしくは、うん、持ってくる土地がない、うんうん、可能性がありますね。ここで、まあ、アーボーグが今出ているのでフェッチランドからマナを出していると、うん、そうなりますね、あ、森3枚ちょっとリスト確認しましょうか、そうですね、はい、森が3枚で、キャノピービスタ、はい、小杖の帳簿が2枚なので、あの場にあった36はもうフェッチできなかったみたいです、なるほど、 なるほど、なので本当はサーチしたかったけど、うん、出せずというところでしたね。なるほど。そしてカンパニアキャストしたんですが、してスカッタ
ったのかな。首を振ってます。そうですね、ちょっとあれってうーんって、一番上に墓地にカンパニーがありますが、うん、場が増えてるようには見えない、ね、いや31が増えたかな、ね、修練者が増えましたね。そうですね、うん、31だけ出たんですね、失礼しました、うん、ただここの盤面で1体しか出ずに首を振ってます。こうなってしまうと松田さんにかなり余裕ができますね、うん、ここで水滅、水滅、おっと一気に松田ペースに1点入って18か。さてジェレミーさんの手札悲しいですね。ラムホルトが2枚、ラムホルト2枚のみ先生に追加していきますが、ちょっと心もとない感じですね。そうですね。お、そしてここで竜王シルムガル、はい、あ、竜王じゃない方ですね、漂う死の方ですね、漂う死の方、はい、このカードをどうやら松田幸男さんは今回の、うん、そのまあシークレットテクではないですけれども、うん、その頼れるフィニッシャーとして機械巨人の上から追加して、あの、うん、採用しています。漂う死だったかな。そうですね、6マナ3ナナ呪言ですね、飛行呪言で、はい、そうですね、ありがとうございます。今画像が出ました、漂う死の方のシルムガルです。あの環境にたくさんいる赤単系のデッキですとか、あの青赤のアートファクト破壊、あのアートファクトデッキが11のトークンがたくさん並ぶんですね、うんうんうん、そういったデッキに対して、まあ、鉄壁のブロッカーかつ相手の盤面を殲滅するクリーチャーとしてどうやら採用されているようです。さあそしてここで時を超えて探索、時を超えて探索、久しぶりに見るとやっぱり強烈です ですね、これね、これをスタンダードで4枚使っていた時代が懐かしいですね。一気に、あ、さあはい、大学フロンティア新挑戦者決定戦準々決勝は、解説にハレルヤプロス井川佳彦選手をお呼びしております。準決勝からは現フロンティア新であります松本勇樹さんをお呼びいたしますので今しばらくお待ちください、はい、さあしかし盤面あまりに、そうですね、これしかもブロック一応ジェレミーさんの場に 3-3 が2体で 5-6 なのでダブルブロックできるんですが除去持ってるよってことですね、うん、もうなるほど、はい、除去持ってるアタックをしょうがないって言ってダブルブロックして除去打たれてもう盤面が崩壊してしまいました。おお、サイドインしてる、お、刻み図の機械巨人をちゃんと倒すようにサイドインしてたんですね、うん、これでちょっと優位ができましたね。そうですね、ただまあそれでも少し松田さん優位で、うん、まあその殴り合いだけでも3点対2点なので、うん、殴るかな、守るかもしれないですね。いや、ここで機械巨人、これはえげつない。さあさらに時を超えた探索ジェレミーさんも手札の土地を眺めることしかできない。これはむちゃくちゃフロンティアならではの光景ですよね。これはね、最強ムーブと名高い。うわー、反射魔導士を引いたが青巨人戻したくないぞと、戻したくないですねさあここでゲームセットということでフロンティア新挑戦者決定戦準々決勝は松田幸男選手の勝利となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。